ばんは。やっほー、こんばんは。皆さんこんばんは。来てくれてありがとう。さっちゃんつっちゃってありがとう。さっちです。はい、本日は ST48 ファーストアルバムオンラインチキサイン会ありがとうございました。ありがとうございました。すごく楽しかったです。楽しかったです。楽しかったです。さっちゃんスチしてありがとう。愛情を込めて書いたので、ぜひ喜びます。今日はね、猫になったんですね。これつけませんけど、はい、こんな感じ。あ、やば、猫になったらバレちゃう。猫になったんですね。猫がなるのでもうすぐ見つけられる。猫になりました。そう、ニャッチーになったんですよ。これさ、結構万能なことに気づいちゃってさ、これさ、横につけた猫なんだけどさ、ここが移動できるの。これ上にしたらさ、なんかキツネっぽくなるんだよね。え、万能と思って。ほら、ちょっと上につけたら猫っぽく。まあこれはいつかの猫配信なんて多分しないと思うけど、いつかします。多分また猫っちがまた出てきます。だからその時のお楽しみです。あ、猫の日、確かに猫の日はいつだ。2月22だから、あ、まだ半年以上ある。結構ある。そこまで待ちですかね。これはかなおちゃんがくれたカチューシャです。これ結構愛用してんのね。これクリスマスのさ時にさもらったんだけどさ、クリスマスプレゼントで。そっからカチューシャあんまつけない人だったからだったんだけど、最近めっちゃ愛用してる。ありがとうなす。これももらった。これはちょっと今日はつけてない。あとベレー帽ですねっていう感じで、あとひまわりも持ったんだっていう感じで、3パターンでも、ひまわり持ってないのもあるから4パターンですね。お茶飲む。すごく楽しかったです。ありがとうございます。佐川さんこんばんは。こんばん、来てくれてありがとう。さっちゃんすちっちゃありがとう。こんばん、来てくれてありがとう。福祉代理ありがとう。こんばん、来てくれてありがとう。こんばん、来てくれてありがとう。かなたまには冴えてますね。冴えてるって合ってる感じ。こんにちは、来てくれてありがとう。こんばんは、来てくれてありがとう。まちげかわいい、その絵文字。こんばんは、来てくれてありがとう。さち来てくれてありがとう。今日はね、結局ね、今日アイス食べてなかったんだけど、結局食べちゃったんだ。白いシャツが似合いすぎてる。え、嬉しい。もう半袖で夏仕様ですよ。皆さんもう半袖ですか。サチさん、スチしてありがとう。サチ来てくれてありがとう。今の季節さ、本当に服装困るよね。朝ちょっとね寒いんだけど、昼暑いし。サチタンスチしてありがとう。そうで、夕方また寒いでしょ。
まだ七分丈、あ、七分丈いいね。五分丈とか七分丈が確かにちょうどいいかね。朝寒いよね。ありがとうチェキ会、こちらこそです。サチ来てくれてありがとう。サチ子と雪帽子待ち合わせ。え、雪帽子食べたいよね。雪帽子めっちゃ食べたい。今日かき氷食べたすぎて、かき氷アイスを食べました。抹茶のメール送ったんだけど見てくれたかな。でもさ、ああいうかき氷、ふわふわのかき氷ってさ、1200?1400 ぐらいするじゃん。あれ結構さ、価値観人によって違うよね。みんなはどっち派？え、氷じゃん、1200円は高いよ派か、え、それでも美味しいよねか。そう、ちょっとねお高めなんだよね、かき氷にしては。そう、でもさっちはもう食べに行こうね。そう、行きたいんですよね。溶けたら水やん派結構高いですからね。まあそうだよね、まあそんなずっとアイスのようには食べれないけど。そう、いいね、氷の範疇に収めて見てる、見てる見てるそう、高いよね、かき氷。でも食べたいんですよね。あ、とうかさんね、去年行きました。曽川こんばんは、曽川こんばんは曽川呼び、安定の100円の10個買う。うわ、あ、でもそれいいよね。大きなダイヤモンドを歌ってください。大声ダイヤモンドじゃなくて。こんばんは、来てくれてありがとう。そう、おしゃん、確かに量も多いしさ、フルーツとか乗ってるから満足感はありますね。チェキ会ありがとう。でもさっきカスに送られました面白すぎる。なんて言われたんだろう。今日はさっちゃんチェキ会に、お、あ、ナイス、ちょっとお礼をします。タワーの、待って、その前にノブさんありがとう。だー、ナイス、ちょっと待って、一瞬待ってね。ノブさんありがとう。ノブさんありがたわです。ごめん、今日の分はまた、ちょっと待ってね。今までの4月の後半ぐらいからずっとタワーのお礼ができてなかったので、ちょっと大変待たせてしまって申し訳ないんですけど、チェキカありま、ありがとう、ニックネーム登録し忘れて悔しかったタワーです。大丈夫だよ、分かったよ、ありがとうね。そしてノブさん、ちょっとこれは1個前なんだけど、ノブさんこれ1個前になっちゃうけど、タワーありがとうでした。これ1個前のタワーありがとう。ごめん、ちょっとこんがらがるよね。ありがとう、ノブさん今日もチェキカありがとう、ありがとう、やこさんありがとう。ごめんね、待たせちゃって。今さっきいた方でも、でも今いるかわかんない。あ、くまねパパさんいた。くまねパパさん4月28のタワーかな、昇格祝いタワーって気がする。カタンタワーありがとう、ありがとうです、ありがとう。ごめんね、待たせちゃって、ありがとうございました。ありがとう、ありがとう、ありがとう、こちらこそありがとう。チェキもありがとう、今日ありがとうございます。鼻かゆかゆとさせていただいて、そうそう、あ、ロケーティーさんもいたロケーティーさん、ロケーティーさんもごめんね、いっぱい待たしちゃって。たくさんありがとう、ロケーティーさん。タワーと金の熊タワーとアイスタワーと桜タワーありがとう。4つ、今日ごめんなさい、待たせちゃって。ちょっとアバター、なんていうの、これタワーの絵をね頑張って描いてみました。ちょっと待たせちゃったので。そう、
あ、片むつりさんもいた見つけた方から随時ちょっと、あ、りょうつさんもいた。片むつりさん、母の人はありがとう。母の人、ちょっとねこのクマ離れ目みたいになっちゃってちょっと似てないんだけど、すいません本当に待たせちゃって、ありがとうございます。今日もありがとうございます。待たせちゃってありがとう。こちらこそありがとう本当にね。あとりょうちさんもいましたね。りょうちさん、ここは気にしないでね。白タンありがとう。広島城って思っちゃって、広島とか書いちゃったけど、まあ、ここは気にしないでください。ありがとう白タン、待たせちゃって大変ごめんなさい。ありがとうさちたん、こちらこそありがとう、すみません、すみません、改めてありがとうございます。待たせて大変ごめんなさい、うん、ですね、ありがとうございます。あとお二方いるんですけど、ちょっと誰にします。あ、さちさん、スッチスッチあり、ありがとうございました。はるさんありがとう。あずみさんやった時期やった、あ、そうね、さっちが見た時もやってた、そう、あちゃあちゃあちゃ、オンラインサイン会見られずすいませんでした。いや、ありがとうございますありがとうございます、嬉しいです。山口さちさん見たけど思ってる子があった、あ、あら、それはセガっていう意味か背ですかね、身長の話。サシさんスチスチありがとう。身長はねよく言われる、もっとありそうって。そう、チキ届くの楽しみにしてる、楽しみにしてて、ぜひ宝物見せてください。鬼滅は忘れたえ、待って、今日何曜日、明日だね、あーよかった。あ、というかさ、アマプラでさ鬼滅見れたんだよね、だからよかった。これでもし見逃してもサッチーは鬼滅を心よく見ることができます。よかった、そうだからね、よかったと思って。あとね、最近スパイファミリーをそう見始めた、チェキ買っとけばよかったな、あ、嬉しい、そう思ってくれるのが嬉しい。ぜひ次のチェキはゲットしてくれると嬉しいですね。こんにちは、来てくれてありがとう。大きめのうさぎ、うん、ちょっと難しいな例えばどんぐらいどんぐらい、こんばんは、来てくれてありがとう、こんばんは、来てくれてありがとう。さっきタバコ、そう、これさわさんね、タバコ歌ったんですよ、歌唱力で。難しかった、あの表現が難しいですよね。そう、あーにゃかわいい。さっち明日誕生日予習編かな、明日、待って、明日どういう回だっけな、今何で終わってる、今ちょっと待って忘れちゃった。まあコロコロ変わっちゃうので結局知らなかったから聞いてみたけど、え、そう、結構ジーンとくるよね歌唱曲って。そう、私セレクトです、自分で決めました。あ、そう、義勇さんだ、義勇さん、義勇さんのところか。君が置いていたんだ、タコ、さちちゃん、スチスチありがとう、さちちゃん、スチスチありがとう。僕の大嫌いなものなのに、どうして火を
づけてしまった。歌唱力でここは歌ってないんですけど、そしたらスチスチありがとう、そっち来てくれてありがとう。でもそこがすごくいいんですね。君の匂いがしたのさ、君、君が置いていったタバコ、僕の大嫌い。歌唱力の撮影って私服でした。そう、私服だったよ。もう緊張しますよね。もう思い返しても緊張する。もうね、30日まで私はあまり考えずに笑顔で過ごすことしかできないですそう、本当に緊張した。ていうかみんなさ、 YouTuber のヒカキンさんのさ、ラーメンあるじゃん、味噌キン、あれ再販されてるの知ってる？だってずっと食べたくてさ、この前コンビニで見つけたんですよね。だから買いました。この前じゃない、今日、今日販売、今日発売開始だった気がする。5月25日、ヒカキンさんに届け、絶対届かないけどそう、味噌キン買いました。そう、味噌キン TikTok で再販ね、再販、え、味噌キンが売り切れって今さっき、あ、じゃあさっちもしかしてラッキーガール買いましたね。嬉しい。そう、ちょっといつか食べます。いつかってミサキンがそうね、出そうかな。じゃあ貴重すぎて食べれんまであるな、これ。え、もしかしてそんなに入手困難だな。でもなんか今日発売日で、今日の時間何時か忘れたけど、発売で結構すぐだったから、発売時間だからあったのかもしれん。永元山公園いいよね、みんなおすすめだよ。結構前に X にあげたんだけど、そう、小さい時によく行ってた。じゃあ早速食べてみよう。手したいんだけど、そう、いつ食べようかな。カップラーメンって結構持つよね、確か。あ、持つ持つ、11月まで持ちますね。そう、こういうさ、そう、そうなんや。みさきメルカリで2個1000円、何円だったんだろう。水とかって400何円だったから200ちょっと300円ぐらいなのかな、分からんけど。え、じゃあ高いね、その転売されてるやつ。誕生日に食べましょう。誕生日いつだ、8月だからあと3ヶ月食べれません。サチさん、アスチしてありがとう。実は今週食べたいもんいっぱいあって、でも全然食べれてないんですよね。サチさん、アスチしてありがとう。サチ来てくれてありがとう。一瞬メルカリに出そうかと思った、思うわ転売屋サチにはなりません。プレミア価格だね、サチ。こんな、そう、なんかみさき前回も知ってたんですけど、で欲しいなと思ってたんですけど、買えなくて、そう、買えなかったんですよ。で、そう、じゃあ食べた人が言ったらはーいってってね、あのね、チーダブチマックのも食べたいけど食べれてなくて、で、あとスタバの抹茶ストロベリーも食べたかったけど食べれてないっていう、ちょっと結構ね食べたいもんあったんですけど、今週食べてないんですよね。そう、感じですね。悔しい。お腹空いてきました。わかる。
今日の夜ご飯は実はね鮭をね半額でね買ってたんです。ずっとだから鮭です。両方前通ったけど我慢した。えらい、前すら通れてないそう、そう、もう食べたくて食べたくて仕方がないんですけど、チーチーダブチ美味しく食べたの？いいな、いいな、チーチーダブチめっちゃ食べた。チーチーダブチもさ確か再販だよね。再販ってことはそれだけ多くの人々に求められているんですね右手にコーラ左手にブズ最高。明日アニメをさ見ようと思ってるんだけどさ、スパイファミリー一気見したくて。でもさアニメとか映画見るって言ったらさやっぱりさ飲み物とさ食べ物がいるわけじゃん。まあいらないんだけどあった方が幸せじゃん。だからねそう悩んでる、買うか買わないか。くしゃみが出そうだった。じゃあスチスチありがとう。やっぱりくしゃみ出そう。あ、止まったあ、でもチーズとトマトのうどんは食べれました。食べれましたっていうか食べに行きました食べに行きました。美味しかった、美味しかったで、おすすめです。あ、めっちゃおすすめ。わお、あ、もうびっくりしたね。そう、丸亀製麺はハマりそうかも。結構そう、えね確かにまあまあ、サチさんスチスチありがとう。君が置いていったたたこ僕の大サチさんスチスチありがとう。火をつけ丸川製は前に食べたか、あーいいやでも丸亀はやっぱ美味しいな。丸亀本当にハマりそう。サチさんスチスチありがとう。サチ来てくれてありがとう。スキタンうどんね美味しいよね、マジで食べたい。さっち言ったら平和の象徴、私平和の象徴なの、嬉しい。歌唱力ね、さっちも、まあ、楽しみ半分怖い 80% 怖いが 80% 楽しみが 20% いや楽しみの気持ちもね 80% ぐらいあるんですよ。でも怖い気持ちがそれのよりありますね。さっちゃんステッチありがとう。仕事見えなかったらチェキ届くの嬉しい、ありがとう、楽しみにしてて。そう、合計 160% なんですね。これはどういうことなんでしょう、誰か解明してください。サチさんスチスチありがとう。サチ、あ、自分を信じてありがとう。そうなんや、こんばんは、来てくれてありがとう、まあ、そうね、あと5日後か、え、やばい、泣いちゃうかも。どっちでも、どっちでも泣いちゃうさち多分そう、密かに隠れファンです。あ、嬉しい、隠れファンだったけどコメントしてくれてありがとうひょっこりね、ひょっこり来てくれたのね、ありがとう。ぜひぜひぜひね、楽しさにね、楽しみなんだけど、でもどんな感じで発表されるか全然わかんないから、オーディションみたいなのかなと思って、だから楽しみもあるんだけど怖いよねっていう。えっていうのが本音だよね、やっぱ。でもね、分かんないんですよね。
いやでも、まあ本番までお楽しみにということで。はい、本番までお楽しみです。もう分かりません、どうなるか。うん、そう、分からないので。でもみんながそう言ってくれてはすごく嬉しいです。ありがとう。サチの可愛いやつは破壊力抜群でした。嬉しい。最近圧覚えたねとかよく言われる。これが圧ですか、もしかして。サチさん泣き泣きしちゃうかも。みんなさんの時は慰め慰めしてね。嘘嘘、慰め慰めじゃないよね。サチさん頑張ったね。サチさん、まあ、成長したっていう、ちょっとあのモンスターなんちゃらみたいな。そう、何厚柱って。いつの間にそんな名前がついたの、私には。ありがとう、よしよししてくれて。ぐすんぐすんしてるから。嘘嘘、わかんない、人生ってわかんないんで、わかんないことの連続なんで。赤っこつけてるわけじゃないですよ、本当じゃないですか。人生ってもう何が起こるか本当にわかんないからさ。もうそうなんや。こんばんは、来てくれたね。サチナ大丈夫、本当にありがとう、その言葉が嬉しい。サチちゃん、スーチースーチー、ありがとう。人生は本当何が起こるか分かりません。おししか勝たん、ありがとう。サチちゃん、スーチースーチー、ありがとう。人生は紙飛行機、願い乗せて飛んでゆくよってやつですね。来てくれてありがとう。愛が一番、おお、かっこいい。愛が一枚。そこだって名字が珍しく、過去に同僚にいた山口の人忘れてた。どういうこと、どういうこと、山口の人。無謀も似合いそうな声。無謀な夢は冷めることがない、ただならず多いですよね。寿司に反応するオタクですが、こっそりサッチー好き。嬉しい、ありがとう。なんかサッチーこっそり多いね。嬉しい、こっそりみんな好きなのね、私のこと。サッチーは堂々と好きだよ、みんなのこと。ありがとうね。ソガーさん、スチスチ、ありがとう。ソガーさんです、こんばんは。嬉しい。ごぼうは有名で、ほら、うまいですね。好き、ありがとう。サッチさん、サッチ、ありがとう。そう、堂々サッチで、今カスミンに怒られたのめっちゃおもろい。これから堂々でも、あ、嬉しい。堂々デビューですね、本日。堂々としてです、さすがですね、ありがとうございます。コマ来てくれてありがとう。そう、もじもじサッチ、サッチ来てくれてありがとう。喉が開いてて歌えたって聞けて大丈夫なんです。え、わからん。でも本番のね、動画をマネージャーさんが撮っててくれてて、それ見たんだけど、まあ、人生ってわかんないよねって感じ。そう、決勝行けたら鬼滅の残響参加だったっけ、お願いします。決勝行けたら、分かった。こんばん来てくれてありがとう、こんばん来てくれてありがとう。こっそりでも堂々でも怒られることに変わらない。おもろ。おもろすぎる。そうなんだ。じゃ、堂々と怒られてください。こんばん来てくれてありがとう。サチューのとこですけど、嬉しい、好きな。予選の放送ね、予選の放送2日間にわたってさ、めっちゃ長いことで知ったよね、前。そう、びっくりした。で、 ST どんな感じなの、本当に分かんなくて。そう、超絶こっそりご挨拶します。あ、それはバレてはいけない誰かがいるんですね。こっそりこんばんは、ありがとうございます。こんばん来てくれてありがとう。
かしい。ね、曽川咲をぜひ皆さん知ってくださったら嬉しいですね。曽川咲って言います。8時間半、やばいよね。なんか睡眠時間ぐらいあるよね。こんばんは、来てくれてありがとう。サチ来てくれてありがとう。サチこんにちは。こんにちは。あ、全員放送なんだ。じゃあ全員にちゃんとピックアップ、全員ちゃんとピックアップって言うっけされるんかな。あ、じゃあそうなんじゃ。あ、じゃあ絶対映れるんだね。嬉しい。絶対映れるんだ。絶対映れるんですかね。こんばんは、来てくれてありがとう。え、嬉しい。あ、全員映れるんだ。え、じゃあ映って予選進出か進出じゃないかが分かるってこと？映って合格か不合格みたいな感じ。いや、私オーディション番組めっちゃ好きなんだよね。だから楽しみ。さちちゃん設置してありがとう。歌ってる間、え、フルでなの？あ、いた。え、さ、ちょっと待って、フルは NG、 フルは NG です。それを見て、ちょっと審査員も、審査、あ、え、やばい、じゃあやばい、ちょっと待って。え、でもあんまりさ、そうこう言うとさ、みんなの楽しみとかがなくなっちゃうからあんまり言わないんだけど、あ、みんなフルなんだ。え、すごっ、マジ、みんなフルなんだ。フルなんだ。うわー、どうしようどうしようどうしよう。みんな放送楽しみにしてて。そう。すごい、全員フルなんだ。それは嬉しいですね。そのじゃあ2分ぐらいかな。2分ぐらい、2分ぐらいで。2分ぐらいでこう何人の方が曽川咲を覚えてくださるか、すごく楽しみです。ぜひ覚えてください。曽川咲です。もしかしてくしゃみでました。いや、何、なんかそんな大きなアクシデントはないんだけど、個人的、いや大きなアクシデントか、あれは。いや、個人的に、あ、もうやばいっていうことが一個起きちゃって、そう、まあそれは終わったら言います。ちょっとネタバレになるので、これは番組なんちゃらになっちゃうの、あのネタバレになっちゃうから、やべ、なんていうの、そう、終わったら言います。でもそんな、なんか一回転してこけたとかじゃなくて、歌ってる時マイク投げちゃったとか、そういうのじゃなくて、そういうアクシデントじゃなくて、そう、まあそうなんや。緊張してパンダッチやばい、緊張しすぎでしょ。何が起こったって感じだよね。何が起こったらそうなるって感じだよね。そう、放送されたらぜひ聞いてください。あ、ナイス、チャンネルみんな予約済み。そう、え、でもそう、インパクトになるっていう感じでもない。そうだから NG。 だから NG なの。 Oh no って感じ。いや、あんまり言うと本当ネタバレになっちゃうから、ちょっとこの話も NG で。NG 多い。そう、放送見たら、うーん、でもそんなさっちやっちゃったねって感じでもないから、個人的にはオーノーって感じ。そう、そうなんや。まあ放送が終わったら話そうね。そう、なんか今日髪の毛ストーンって感じじゃない？こんにちは。アングルが半顔？半顔？そう、マイクだと。まあ、え、でもなんか、まあそんなに大音ではないけど、まあサチは大音だよねっていう。え、でも期待しちゃダメ。うわ、引くわ。あ、そういうのでもない。個人的に追うのっていうことだから、多分みんなからしたら、うん、ああねって感じ、まあまあって感じだから大丈夫ですよ。そう、
めん、こんなに貯めることでもないんだけど本当は。でも当日をね、当日どんな感じか知ってほしいから、そう、まあ、こんなに貯めることでもないんだけど、まあまあそんな感じですね。そう、あれじゃね、サッチーだけ大事、あ、なんかそれもそれで悲しいよね。フル NG ですって言ってさ、もしも今見てくださっててさ、あ、じゃあサッチーはちょっとだけダイジェストにしよう、サッチーもそう言ってたし、ダイジェストになって、もうそれはそれで悲しいよね。あれサッチーだけ短い、あれなんでだ、あ、ってなるけど、こんばんは、来てくれてありがとう。僕のことは、そう、あれサッチーだけダイジェストみたいな、それは悲しいよね。多分君がよく知ってる、眠たい時緊張釣りでやった時、別人、もう別人になっちゃった、もしかして。そう、審査員特別賞はさ、どういうあれな、どういうとこを見てるんだろう。はじめまして、初見さん来てくれてありがとうね。確かにたくさんの方が覚えてくれたらサッチハッピーですね、とっても。ありがとう、たくさん嬉しいことを言ってくれて、もうそれだけでもうハッピーです。はじめまして、初見さん来てくれてありがとう。ありがとう、たくさんの素敵な言葉を。審査員の人がめっちゃ元気、あー、なるほどね。じゃあもうこれ、もう本当にその人の気に入った曲、気に入った歌声みたいな感じなのかな、わかりませんね。ねんねん、サッチー来てくれてありがとう。え、嬉しい、期待してくれてありがとう。サッチー来てくれてありがとう。それはどこで見れるやつ、TBS さんですね。 TBS チャンネルさんですね。はい、です。です。今日も好きでありがとう。あ、 CS 地上ではないですね。地上の TBS ではなく、でも地上か、あれテレビで見、あ、ありがとう、みんな、そう、これです、これです、シカパワの TBS チャンネル1 CS TBS チャンネル衛星 CS BS TBS CS です、衛星です、です、みんなありがとう、これです、なんかいっぱい、これです、みんなありがとう、です、です、これです、これです、これです、コメントしてくれたこれです、みんなありがとう、ありがとうございます。ぜひチェックしてくれると嬉しいです。です、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 丁寧に歌う、丁寧に歌う、なるほど、そう、あ、どういたしまして、ありがとうです。鼻がかい、なんかほこりがいる気がする、あれいなかった。そしたらステージありがとう。そうだよね、なんかさ、みんなも緊張するよね、どんな感じかわからない。 ST48 次曽川崎、契約してない方は2週間のトミシを使えば無料です、だそうです。ありがとう、教えてくれて、だそうです、無料です、2週間は。こんばん、決勝させたら出るの早い、早い、早いって。嬉しいけど、そんなこと言ってくれて、こんばん、来てくれてありがとう。
サッチ来てくれてありがとう。そういえばサッチのマスク姿、マスク姿 見たい見たいならいつかするけど、全然マスク姿ね。確かに配信ではしないかマスク。サッチが見つかっちゃう、嬉しい。そんなこと一人でも多くの方に覚えてもらえたら本当に嬉しいですね。メガネ姿まあね、あのね、メガネ持ってないんですよね。伊達見しかない。そう、伊達見しかないから。そう、コンタクトしてないです。裸眼です。裸眼です。すいません、不足をしていました。え、そうなの。ポストしたら次サッチーですって感じ。まだ聞かない。え、どういうこと。決勝でくしゃみするってこと。くしゃみはダメ、咳は大丈夫。何の違いって感じよね、みんなからしたら。そう、芦田愛菜さんのさ、幼少期の時のさ、なんか咳してさ、失礼しますみたいな、すみませんみたいな、5歳ぐらいで、当時5歳ぐらいで、コンコンすみませんみたいな、めっちゃ5歳児とは思えない対応で、もう見習います。私も今度からショールームで席したらそれします。あ、すみません。そう、へくち。さあ、サチのくしゃみはどんな感じでしょうね。あれめっちゃ可愛いよね。それな、え、可愛いと思った。でももう何歳みたいな、何歳ですかみたいな。ね、可愛い。こんばんは、来てくれてありがとう。そうよ、ブエクショイ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 かもしれんよ、もしかしたら。そう、どんなくしゃみでしょうね。千穂さんのくしゃみ聞いたことない。どんな感じなんだ。アシルマラさんは私より一つ上ですね、確か。ヘクション。めっちゃ、なんていうの、定番って感じ。ヘクション。フルが同じなのはそれか。くしゃみってこと、くしゃみしたからってこと。そうってそうじゃないけど。そういうそうじゃないけど。そう、あ、そうなんですね。そうなんですね。聞いたことないですね。ね、くしゃみってほんと個性出る。個性なのか、ね、くしゃみってほんと人それぞれだよね。サッチーのくしゃみは卒業までに、で卒業公演の時に最後くしゃみしようかな、私。それまで絶対せんで、最後皆さんが聞きたかったであろうくしゃみを最後に披露しますって言って、最後にくしゃみ披露しようか。アリー。どう、みんなは、みんな的には。そう、でもしかしたら卒業公演するまでにするかもしれん。でも締めがそれも嫌だよね。人生最後の STA、 人生最後の日、くしゃみで終わるのもちょっと、それもちょっと嫌かね。閉まらないよね。おお、くしゃみ、おお、くしゃみ、うん、である。それでは聞いてください。最後みんなさ泣いた後で、それでは最後に、あ、卒業発信撮って、ごめんごめんごめん、確かに
まだ全然卒業しないので、そう卒業全然しないから、そう安心して安心して、そう、こんばんは、来てくれてありがとう。30、ゆきりんさんが何歳だっけ、30なんだとかね、佐久先輩もう全然間に合います、全然間に合います、もういつでも間に合います。嬉しい、ありがとう、ぜひぜひ。32か、サチさん、スチスチありがとう。失敗してる、あなたが好きよ、この恋は軽妙を注文、クシュンクシュンクシュン、シミサラさん40歳宣言長そうなんですね、すごい。じゃあ一番 ST を知り尽くしてる方になりますね、40歳、シミサラさんが40歳の頃。サチタンスチスチありがとう。もしさ、シミサラさんがさ40歳までさいた時ってさ、もう何期ぐらいまで入ってるんだろうね。あと30年くらいでしょう。何期なんだ、10何期とかになってるのかな、分からんけど。最後にカラオケをして終わろうと思います。めっちゃ急にだけどイエーイ、ありがとう。ということでイヤホンを差します。ですです、ホラーの、なんでなんで一回止まっちゃった、今もしかして、動いてる？自分が傷つくことより君を傷つけたくないってそう思い込む。最終のバスを待っている間、ちょっと待って、ごめん、ちょっと最近覚えたからちょっと危ういからちょっとやめとこうごめんね、ごめん
最近めっちゃ聞いてて、最近覚えたからちょっと危ういかも。だからちょっと ごめんって。そう、ちょっと危うい、リズムが危うい。テレレレレレ、サビ？いいよ。いやでもこの曲大好きなんだよね。最初からもうやばくない？自分が傷つくことより、え、やばいと思って、え、何この歌詞、感動する。ちょっとね、聞いてほしい、ぜひ。本当に大好き。そうね、サビだけ歌うの初めてかも。え、確かになんかキー合ってるって思った、今歌っててありがとうございます。今の桜坂46さんで桜好きでした。ありがとうございます。めっちゃ好きな曲。手の甲が痒い。え、桜坂さん大好きなんよね。俺ずっとソファに寝そべって、スマホを見てる日させて日常を、あんたを見てると腹が立つ、一瞬殺意さえ浮かぶ、悩み一つないなんて世の中舐めてるんだ。夕暮れの感動で一人ピッチャーゴミ全力で走ってたあの日、聞いて答えじゃなく僕のイノセンス、自分がいくつの頃に戻りたいか、記憶のメモリーの合わせ方を忘れた、最高の日々は終わった、幸せな日々は消えた、輝いた時は遠く、戻りやしないと知っている、夢を見るなら先の未来。ありがとうございます。今のは桜坂46さんでいくつの頃に戻りたいのかでした。ありがとうございます。もう大好き。最初だけ踊れる、そう、トゥルルトゥン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 、ここで言うからトゥントゥントゥン、最初だけ踊れる、あとは踊れません、難しすぎて。あと安住さんが踊ってた、これ TikTok で自分、え、ね、安住さんの踊ってみたね。え、もうかっこいい、もうサチも教えてほしい、踊りたい。踊れるかは別として難しいからね。そう、ノットイコールミーさんの国歌です。
たいくらいに部活している。セミの鳴き声耳に残り張り付いて離れない。どんな顔して絵文字スタンプ情報愉快なのに何も知らない。 I am happy。 クラスみんなの視線独占じわり汗にじむわ。君が来る好きだ。ブワッと風が吹いた時好きな。幻か現実なのか。そんなポエム吹き飛ばす瞬間風速は明治。好きだ今は届かなくてもいい。好きだ走る姿見てるだけで僕の夢も一緒に叶った気がするよ。ノイコールミー。夏休み中は君の方から変なまで来て不思議そうに吹き出して笑う。部活の話知らないことが少し日焼けの鼻になぜか胸の奥ずっとする。長いまつげの横顔だって痛いほど刻まれる。雨が心に突き刺さりいつか立ち止まりたくなった時ずっと諦めず君の名前呼び続ける。いつか素敵な映画に出会う日いつか美味しいご飯食べる時僕を思い出してほしいなんてずるよね。ノイコールミー。 I can't stop。なんかじゃなくまっすぐな気持ち空高く叫びたい。好きだ。叫べ声が枯れて出なくたって叫べ。どうにか君に届けなきゃ。逃げず真剣な眼差しの答え待ち続ける。叫べ初めてのこの気持ちは叫べ。どう処理すればいいんだろう。愛や恋なんて言葉ではもう片付かない。好きだ。ふわっと風が吹いた時好きだ。幻か現実なのかそんなポエム吹き飛ばす瞬間風速は明治。好きだ。ああもう遠慮はしないよ。好きだ初めて会ったあの日から君で始まる運命だった物語。ありがとうございます。今のは Not Equal Me さんで Not Equal Me でした。ありがとうございます。めっちゃ大好きこの曲。超爽やかです。大好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん何かありますか？リクエスト。あ、マホロバいいね。国歌斉唱。そう、国歌ですよ。マホロバコーション。愛の重さ。愛の重さ初めて。
夏の近道いいね。じゃあまずマホロバ。やばい、あと 10%。 ちょっと歌えるかな。ちょっと時間とあれが。大好き、マホロバアスタリスク。ときめきぶつかり星ができました。星座になれない孤独な星。それでもそれでも君に会うたびに輝き強まり夜を照らす。見つめているだけ、それだけでいい。それなのに感情は秋を急ぐ。そうだこの恋、まほろばアスタリスク。手のひらサイズの小さな恋、ずっと遠くに感じる君の笑顔。このまま届かなくていい。流れ星が君を奪う。言ってた漫画を読んでもそれすら言えない弱気な星。君の幸せは近くにある。私じゃない、誰かとの明るい道。もしかしてそうだ、わかった、君は星合いの空。また揺さめを恐れてしまう。きっと交わらない君と私の星は、それぞれ瞬いている。明日君と話すことをぐるぐる考える。一人の夜、冬に向けきらめきは強く。誰かの恋で星は作られ、切なさで夜が光る。好きだよなんて言えないアスタリスク。誰にも気づかれないように。そうだ歌詞切ないよね。ありがとうございます。今のはノットイコールミーさんでマホロバアスタリスクさん、アスタリスクさんじゃないアスタリスクでした。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ好きこの曲、大好き、うん、大好き。ありがとうございます。パチパチありがとう。アスタリスクさんありがとうございました。間違えた。アスタリスクさんありがとう。間違えて
間違えてやあっさりありがとうございます。じゃあラスト2曲ぐらいかな。今日は30分に終わろうと。こんなに好き、知ってる？これあれどこにあった？こうね、こうやってやると、あ、やばい、すごいすごい、なんかが目が目、もうちょっと柔らかい目し、こうね、あのスクロールするとね、文字がいっぱいでね、すごく目がこうなっちゃうんですね。文字がいっぱいで、あの目がアーバンバンバンってなる。あ、確かにみんな、あのバッテリーが、あの切れて、あの、あ、バッテリーの心配があった、忘れてた忘れてた、思い出させてくれてありがとう。あと1曲にします、ごめんなさい。バッテリーがもう危ないので、手遅れ交渉を歌って、今日はこれが最後。これいつかねしたいですね。そう、バッテリーが、バッテリーの関係によりラスト。二人が望んだ二人。
ありがとうございます。今のはイコールラブさんで、ね、手遅れコーションでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで充電が怖いのでそろそろ終わろうと思うのでイヤホン外します。なんかえ、わかる、僕恋ね、僕恋、ちょっと急にねポチって消えちゃいそうで怖いのでこの辺で、力強い綺麗なとかありがとう、最高だってありがとう、嬉しい、何時間でも聞いてありがとう、サチタウマスチありがとう、あ今来た、ありがとう来てくれて癒された、よかった。ということで本日の配信はこの辺で終わろうと思います。バッテリーが何パーなんだろうね、あと予想は 4%、 いつもね 3,4 ぐらいでね頑張ってるんですよ。嬉しい、ありがとうございます。歌声の隠れファンです。あ、ひょっこりひょっこりありがとう、いつもありがとうございます。おつおつ、また聞けよ、ぜひね、またするから来てね。ということで本日の配信はこの辺で終わろうと思います。皆さん本日も来てくださってありがとうございました。そして本日はね、あの16時30分からあったあのオンラインチェキサイン会もありがとうございました。楽しかったです。届くのをぜひ楽しみにしてくださったら嬉しいです。ということで充電が怖いのでちょっとそろそろ終わろうと思います。ということで壇上を読まさせていただきます。13位20世紀ともちゃん、12位りょうちさん、11位ギルスさん、10位シェンリングフィンガーさん、9位 YDO さん、8位ブルーさん、7位ハルさん、6位ケイセティさん、5位リックン、4位カタムツリさん、3位クマネパパさん、ありがとう。そして2位は SFF さん、ありがとう。そして1位はノブさん、ありがとう、タワーもありがとうです。ありがとうございました。パチ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 、怖い、本当にいつ切れてもおかしくない充電だから私ということで本日も配信を見に来てくださってありがとうございました。一日ありがとうございました。明日も日曜日鬼滅の刃があるので皆さん忘れずに見ましょうねさちも明日鬼滅を楽しみに見ますということでありがとうございました。私は今から洗い物がある、ので洗い物頑張ってきます。ということでみんなおやすみ、いい夢見てね、バイバーイ、ありがとう、お疲れ様、また明日もう頑張ろうねまた明日も頑張ろうね、またね、おやすみ、ありがとう。